皆さんこんにちは、りゅうちぇるです。今日はとってもいい天気なのでピクニックに来ました。最後まで見てね。うんわ、一緒にピクニックするのはペコリンとリンク。今日は家族でピクニックしたいと思いまーちゅ。お利口さんだね。バイバーイ。僕の運転でピクニックに向かうよ。いつも家族で出かけるときは僕が実は運転してるんだ。リンクが車でぐずらないようにペコリンがこうやって可愛く歌を歌ってあげてるんです。いつもこうやってリンクに聞かせてあげてるんだよ。このシーンすごく可愛かったのでまた別で動画にあげたいと思うのでお楽しみに。もうそろそろ着くよ。着くって。やだ、嘘だ。やだって思ってもない。嘘。ペコリンの歌とダンスで盛り上がっているとあっという間にピクニックの公園に着きました。はい、オッケー。前もって買っておいた食べ物を持ってピクニックに行きます。結構荷物が多い。そしてここからちょっとしたハプニングが起きます。レジャーシートかも。レジャーシート持ってる？後ろにあったから。ああ、もうこんなに荷物なのに。え、てか、後ろに座ってる。ここのバイクやってるから、レジャーシートリンクが出たから。あれでレジャーシート、とりあえず虫除けはこの公園の売店で買うことにしました。売っててよかった本当。そしてこの日は思ったよりも暑くて、一つの失敗でより険悪なムードになってきます。あっちは？ちょっと早く決めたい。は？早く決めて。どこがいいかな。よし、広げよう。ちょっと待って、一回休憩、飲み物みたい。芝生では行きたいかな。いや、めっちゃ美人だ、昨日。何？え、無理。ちょっと待ってよ。もう嫌だ、何それ。どこでも来るよ、虫は。でも、寝ついたり乗ってみても話して。リンク痛いか。ようやく落ち着いてご飯を食べれる場所を見つけてランチにありつけました。いただきます。うわ、虫、ありどき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 。もう、いっぱったか。いや、ねえ、もうやめて。いや、もう最悪。待って、どうしたらいいの。ありえんねんけど。ちょっと手伝って。それはやばい。え、めっちゃありくんで。あ、もう最悪。もうやだ。ちょっと待って。どうしよう、ありめっちゃ来ちゃう。ピクニックにハプニングはつきものだよね。トリマ、自撮りするよん。ピクニック来ました。じゃーん。かわいい二人とも。
ニックの時はこういうピザとか僕たちが大好きなものいつも持ってきて、この写真はよくインスタにも載せてるよね。リンクもお腹空いてたのかこの日たくさん食べてくれました。一時はどうなることかと思ったけど、リンクもご機嫌になってシャボン玉タイムに突入。よいしょ。シャボン玉します。リンクシャボン玉する？これ本当はこのボタンを押して、そんなこと言わんでもさっきの会話聞いたらみんなわかるから。そっか。大丈夫？ピンクの顔。泡立ちそう。次やるね。肺活量がある。ダリウムで PV みたいですよ。全然なんか気持ち悪いシャボン玉の出方が。リンク見て、うわーで、大きいの作って。どうやって？ちっちゃい。あ、すごいすごいすごい、やればできる。見て、でかいでかいでかい。うわー、気持ちいい。どう？次ボール遊びする？ボール遊びする？ボール遊びしよう。シャボン玉で盛り上がったところで、次はボール遊びにします。ママ見てるね、ちゃんと。いってらっしゃ い, しゃい。バイバイ。リンコお散歩。
なにこれカメラだ。これカメラだ。何の時間？ペコ、ボール投げて。ピンクボールだ。頑張れ頑張れピンク、頑張れ頑張れピンク、ピンクボールだ。パチ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 、ボールだ。ほらほら投げてみて、ボン。ということで今日は僕たちのいつものピクニックの様子を皆さんに見ていただきました。まあね、ハプニングもたくさんあるけど、どれも素敵な思い出だよね。とっても楽しかった。今日も見てくれてありがとうございました。